ボールが動いてキックオフです。トゥレ、分厚い攻撃になりそうだ。オフサイドの判定で試合が止まります。確かにオフサイドですね。これはいい展開になりそう。クロスのチャンス、クロスを上げた、止めた。ドログバがここに出てきます。スルー、ボールは通りません。これはアデバヨー、マルーダ、ここで抜かれん。ボールのコースが変わる。ここにサニアがいます。選手が一人、足が重そうですね。さっきのプレー、キャッチはできません。ボールがこぼれています。フローラン・マルーダ、チャンスになりそうだ。チェックしたボールがこぼれます。雰囲気があります。ウォルコット、味方につながった。クロスを出した、ヘッドでのシュート、アデバヨー、枠を捉えることができませんでした。ディフェンスに体勢が崩されてしまいましたね。それでちょっとシュートがブレてしまいましたよ。高いボールで渡します。頭でつなぎます。サニア、試合も始まってちょっと経ちましたが、これからの展開いかがでしょうか、岡田さん。そうですね、ボールに対して複数で囲んで取りに行くというスタイルになっていますよね。ただ非常に体力を使う戦い方なので、コースを塞ぎます。深い位置でのスローインになります。フリーの選手が上がってきた。中にスペースがあります。折り返した、アデバ、キーパーがヘッダーに対応。スローイングで遠くの味方に渡します。ヘッドを使います。しっかり読んでいた。クリシー、サポートに走る。パスがよくつながっています。全副審の旗が上がっています。これは残念。オフサイドですか。今のファールにカードが出されます。いいパスがつながった。足を出す。ボールがこぼれた。外に出てスローインになります。チェルシー。岡田さん、アーセナルですが、今日の試合はほぼ互角と見ていいでしょうか。どちらに転ぶか全く分かりませんね。それだけに魅力的な試合ですよ。チェルシーからのスローインでゲームが再開されます。クロスを入れたい。このボールはどうだ。ヘッドできた。このヘッドはキーパーの範囲内。コーナーキック。アーセナルまだ気は抜けません。ひとまず前に出しました。ボールをキャッチ。ゴール、ゴール。このヘッドは強烈でした。綺麗に合いましたからね。いいシュートがいきますよ。さあキックオフ。アーセナル苦しい状況ではありますが、勝ち方を知っているチームです。まだ分かりません。テオ・ウォルコット、スペースに走ります。ボールの動きを読んでいました。スローインで試合が再開となります。さあ前を見てどうする。ゴール前に上げた。アデバヨー、ゴール。試合は振り出しです。リードを許すもすぐに取り返しました。同点です。バーでしたね。危なかったですよ。ディフェンスにボールを取られる。マルーダ、
パスが出た。狙って、ボールがこぼれました。前方に運びました。ここでいつもジョン・テリーが切ってくれるんで、先ほどから非常に助かってますよね。チェルシーのコーナーキックです。ここは押し出します。ロビン・ファン・ペルシー、アデバヨールのポジショニングが光ります。ディフェンス5点。この1対1はキーパーが防ぎました。ゴールならず。ものすごい反応を見せましたよ。試合的にもこの反応がチームを救いましたね。また止めた。キーパーを完全に乗せてしまいました。ウォルコット、残ってしまいました。オフサイドです。この繰り返しが相手に脅威を与えますからね。フローラン・マルーダ、通った。圧倒的な存在感、エッシェン。素晴らしいタックル。ボールがこぼれた。ラインを割ってアーセナルボールでのゴールキック。これをコントロールしたい。マルーダ、ボールにはウォルコット。このボールを拾いたい。つながった。ここにドログバ、前に押し出します。ファンペルシー、副審が旗を上げています。動くのが早すぎましたね。フローラン・マルーダ、おっと、これはチャンス。どうだ。ランパード上がった。あと、ボールがこぼれます。雰囲気があります、ウォルコット。前半終了して1対1、両チーム1得点で折り返します。試合は互角のまま45分が終了しました。